セクション2では、身の回りにある最新のサイバー脅威のうち、代表的なサイバー脅威をいくつか取り上げてきました。サイバー脅威は、巧妙な手口であなたから個人情報や銀行口座の情報、クレジットカードの情報、ID、パスワードなど、様々な重要情報を盗み取り悪用します。今回は、そんなサイバー脅威の中から、注目すべきものをピックアップして紹介しました。まずはじめにフィッシングです。これは最も注目すべき脅威で、巧妙な手口で様々な被害が発生しています。メールやウェブサイト、SMS、さらにソーシャルメディアで私たちを騙すことで、罠が仕掛けられたサイトに誘導し、そこで重要な情報を入力させます。緊急事態を装ったメールや宅配の不在通知、ウェブ上でよく見る広告に紛れフィッシングの手口を紹介しました。次にパスワードの窃取です。もし皆さんの利用しているパスワードが単純な文字列で攻撃者に不正にログインされたらどうなってしまったでしょうか。アカウントが乗っ取られてしまった場合、アカウント情報が盗み取られたり、重要なファイルの情報を盗み見られたり、不正に利用されたり、他にも皆さんのアカウントが様々な悪事に利用されてしまいます。今回はパスワードそのものの重要性や、それを狙う様々な脅威について説明しました。次にオーバーシェアリングです。これは最近では多くの人が利用しているであろうソーシャルメディアに関する内容でした。ソーシャルメディアで公開されている情報から悪事を働こうとする人は大勢います。そのため、皆さんがソーシャルメディアで公開した連絡事項や写真、情報などは知らず知らずのうちに世界中に公開されて悪用されてしまうかもしれません。皆さんが公開した情報で、あなた自身や皆さんの周りの人を危険にさらしてしまうこともあります。ソーシャルメディアを利用して情報共有を行うときは、どんな情報を共有しようとしているのか、またそれは誰に見られる可能性があるのか、十分に考える必要がありました。最後に、その他の脅威として、クラウドサービス利用時の設定ミスによる脅威や、クレジットカードの不正利用に関する脅威を見てきました。これらの脅威についてよく知り、注意を払いながら行動することはとても重要です。しかし、注意を払っていても、うっかりしたミスで被害に遭ってしまうかもしれません。常に脅威を意識すると同時に、それを防ぐためには、セキュリティ対策についてもよく知り、そして行動することが必要です。